三越葉先生はその放課後はほとんど毎日バスケ部にも顔を出してて、現役の俺らからするとちょっと面倒くさいくらい。顧問が席外すとすぐ頼んでもないのに熱血指導してきて、例えば全員に10本出しとか当たり前に命令するし、で一人でも制限時間を超えたら連帯責任つってもう10本。すぐ初心者の甲田が穴だって目をつけられました。三越葉は甲田さんにだいぶきつく当たってたんだって？そりゃあいつはどんくさいから。1年の後輩まで甲田にはイラついてましたよ。おかげで部に一体感は出たけど、初心者の女の子を1人みんなで寄ってたかって貶めてチームがまとまった。ご立派だよ。三越葉には両親から失踪届まで出てる。今も消息不明だ。何か事件に巻き込まれた可能性がある。じゃあ甲田に殺されてたりして、地上のもつれとかで。面白い推理だな。もっと続けるか？いえ、やめときます。沢先生とは何か話したんですか？三越葉先生のことなら一番詳しいと思いますけど。沢先生が言うには三越葉は優等生だったし、実習もうまくやってた。あとはバスケ部の OB で面倒見も良かったとか、そんなとこ。あれ、そうなんすか？そんな印象いい感じに言ってました。ん？なんかおかしいか？いや、沢って実習中なんかずっと三越葉先生にそっけなくて、だから俺そのこと三越葉先生に聞いてみたんです。そしたらやっぱりそういうことだったらしくて。ん？三越葉先生って昔この学校で同級生が自殺したらしいんですけど、その時沢からいじめてたんじゃないかって疑われたんですって。だから今もそれを引きずってるみたいだって、寂しそうにしてましたよ。沢先生が三越葉をいじめの加害者だと。俺三越葉先生に実際いじめやってたんすかって聞いたら、あの人笑ってごまかしてたけど。私は英語を教えてただけですが、三越葉君は成績優秀でいい子でした。この間の教育実習でも後輩の生徒らとうまくやってたし、だから。あの先生が三越葉を本当はどう思ってんのか、もう一度聞かなきゃだな。沢先生、もうお帰りですか？いえ、さっき理事長に呼ばれてたみたいです。じゃあ理事長室？ええ、外からお客さんみたいでした。よくは知りませんけど。そうですか、どうも。
礼。矢上さん、彼らは神奈川県警です。三越馬君の失踪について話を聞きたいとのことで。それで沢先生に話を。ええ、しかし何が起きてるんですか。あなたも三越馬君のことを聞きたがっていた。警察から説明があると思います。多分彼らも俺と同じ情報をもとに動き出したはずですから。三越馬君はもう生きていないんですね。やはりそうなんですか。